来たら今村、これから乾杯とかどうよ。行くか。わかった、下原の家だな。オーケー、案内しよう。いや、その流れはおかしい。なんだ北原、なんで俺の家なんだよ。そりゃ決まってるだろう。確認しておくべきことがあるからだ。確認？ほら、前に今村が言ってた。本当に小手川さんと一緒に暮らしてたりしないよね。このゲス野郎。で、ここが俺の部屋な。北原くん、あったぞ。貴様、なんて羨ましい生活を。絶対に許さんぞ。これは違うんだ。おいおい、落ち着けよお前ら。や、山本、お前この裏切りを許すのか。裏切りも何も、帽子ぐらいで騒ぐ子なのか。そういえば小手川さんのサイズに合わないか。巨大だ。言われてみればそうだな、巨大だな。しかしまあ、こうして確認してみると北原の同棲説はデマっぽいな。んだな。だいたいあんな可愛い子。いやいい、お風呂空いたから次。あ、はあ、ごめん、友達が来てると思わなくて。北原くん、違うんだ俺の足。おい、助けて。お前ら、血で床を汚すなよ。なあちさ、何？俺のこの姿見てかわいそうとか思わないか。ごめん、本当に命に関わってる。よし、問題ないな。確かに今のなら人が乗っているようには見えませんよね。死体を運搬している普通の軽トラにしか見えないもんな。何やってんの。それじゃ各自食いたい食材を適当に。へいらっしゃい。何にしやす。あ、いた。私はおじさんが食べたいの。どうしたケバ。何かあったの。あずささんが魚屋のおじさんを食べようとしてた。魚屋の、うん、今のはきっと何かの聞き間違い。そあの、ああ、そうなんだ。俺は浜崎の奥さんが欲しい。アイナ時田先輩が。あの人がどうした。人妻に手を出そうと。ちょっと待って、お前はさっきから何を聞いてる。何かの聞き間違いじゃない。どうだな。じゃあみんなで行って確認しよう。肉好きのいい高校生。アウト。こんなところで何を買う気だ。だから言ったでしょ、ここは通報するべきか。その前に一応事情を聞いた方が。待って、二人とも、多分それ勘違いだと思う。え、それ全部魚の名前だから。そうなの。すごいネーミングセンスだな。じゃあさっきのあずささんも時田先輩も魚を買おうとしていたと。うん、真剣に考えたらそんなの買うわけないよね。すみません。あいよ。いや、混沌するような毒魚を一匹。ねえ、女も家畜のような面しやがって。ん、何を読んでいるのだ。読めない。バカ野郎、何したんだ貴様。ちょっと貸してみろ。そりゃ告訴状か。あ、なんだ、朝から想像しいな。ラブレター、そんなことでいちいち騒ぐな。罰ゲームに決まってるだろう。サイコメトリー。そんなバカな、信じられん。こんなの何かの。で、もう返事したのか。どうすんだよ。いや、まだしてねえけど。まあ断るけどな。俺はボンキュボンのナイスバディ。土下座していますよ。席入れてもらうんだよ。こんな奇跡二度とねえぞ。じゃあとりあえず名前やめちまえ。どっちだよ。やめんじゃねえぞてめえ。人だったりデートしたり二人で愛を育むんだよ。そんな日々を過ごしてのあれ。手繋ぐんだよ。いませんな。まだそこだったんだ。やっぱ言えねえ。もらったって。今間違えて粘土を釣ってたとしよう。粘土に女。これ違うんじゃない。好きとか付き合ってとか書いてあるけど、よく読んでみるとこれ部活の勧誘じゃないかな。私は粘土先輩が野球をしてる姿が大好きです。甲子園まで付き合ってください。入部マキシーコ。よろしく。じゃあ勝手に PR をどうぞ。適当だな。男相手っすから。クロさん頑張って。会長
今年も優勝余裕っすよ。当たり前だろ、他とはレベルが違うんだよ。じゃあ次の方。あ、いけ。でもなんで制服？全裸バカ連中にいたか、あんなやつ。ティーカブーの今村光平です。まあいい、よろしくお願いします。俺の優勝は変わらないさ。じゃあ PR を。あの浜岡あずささん、ティンベルの工藤会長なんかじゃなく俺と付き合ってください。おーっと、俺は今村さん突然の告白です。目立ちやがって、何勝手に人の名前使ってんだよ。いや、俺の方にお願いします。なんと工藤会長も続いて告白だ。さあ一体どちらを選ぶのか。おー、工藤会長だ。悪いね、こんなことになっちゃって。でもさ、人にはそれぞれレベルがあるわけだし、君には君なりのお似合いの人がいるんじゃないかな。お似合いの人ねえ。残念でした、男です。いやー、そうですか。まさかこんな僕が天下のティンベル会長さんとお似合いだなんて。よかったな北原、お前の女装はこの人の魅力と同格らしいぞ。というわけでピーカブー北原より弾痕に飛び入り参加します。やりやがったあいつら。 おいちょっと待て、俺は。いやー、どうしよう、私会長さんに告白されちゃった。悔しいけど俺は身を引くさ。会長さん、末永くお付き合いしてくださいね。じゃあ他の子も順番にね、自己紹介してもらっちゃおうかな。そこの女。アマリスって言います。ごめんなさい、男の人の前だと緊張しちゃって。私みたいな子が選抜会とか、どうしよう、すごい恥ずかしい。とにかく頑張ります。凄まじいな変わり身が。プロだ。はい、どかけ。次。私の名は琥珀じゃない、琥珀です。戦闘ならばまかじゃなくて、滅法元気なのは取り当りは言われます。よろしくです。どっちだろう。ここ琥珀ちゃん、ボロが、ボロが。あり、合格。あ、ほや、最後の君、自己紹介よろしくね。僕はギの、ギンちゃんつんだぜ。会社のかけらもないんだぜ。選ばれないように必死。僕っ子ね、小柄なのに必死に強がってる感いいね。はい、合格。とっとと立ち上がる。気絶しちゃってるんだよ。ん？新しい村長、巫女様の夫となる者は、御前試合優勝者、千空。ともかく俺がルリと結婚すりゃ村丸ごとゲットできんだな。じゃあするわ。あ、千空が結婚したんだよ。酒だ、酒よこしやがる言い方。とんでもなくアレな人に聞こえちゃってるぞい。ルリね、ルリ大丈夫です。今日はこれから皆で夜通し飲み明かす婚礼の儀。はあ、そっか。じゃあ離婚。すまないルリネ、説明は後でする。むちゃくちゃすぎる男だ。あなたミスコンの。あ、ミスコン2位のスカートめくりで優勝した小手川さんじゃん。でで、今日はせいぜいギャラリーに愛想とことね。さっきとちゃんってちゃんとしない。え、二人とも頑張って。サのやつ妙にやる気出した。見事なカバーだったな。二人ともいいバディ関係ね。続いてください。さあ、ナイスバディ。ナイスバディ小手川。ナイスその子だ。ジーソン、ジーソン、ジーソン、アクトリー。やめ
よ。直接相手の体をめぐ、だよね。なるほど、それじゃあさあ、ナイス最高のナイスボディ。どうだ